あなたがそんなに慕うほど私は素敵な女じゃないわ。わがまま言わずにその腕をほどいて私を自由にしてね。年上の女を愛する虚しさがどんなに暗い情熱か分かる時可愛い可愛い人だけどお別れしましょう今すぐに。お別れしましょう。